今はもう真冬、ちょうど日が沈み、とても寒くなってきました。氷のように冷たい風が東から吹きつけ、優しくこうささやきました。雪が降るぞと。野原の村の木の根元では小さな明かりが忙しく動き回り、そして素早く消えていきました。それは野原の村のネズミたちです。雪の気配を感じて暖かい家に向かって急いでいるのでした。しかしそんな中、ウィルフレッドという子供のネズミだけは雪を待ちわびていました。それで雪がいっぱいいっぱい積もったらね、君を一番高いところへ持ってって、そこからビューンって光より速く滑るんだ。すごいスピードで切り株蔵に行って、アップルおじさんから蜂蜜とクローバーの粉をもらってきて。え、ソリの手入れ済んでからでいい？焼きたてのビスケットを食べたくないの？ビスケット、切り株蔵だね。行ってきます。ウィルフレッドは勇敢な探検家になった自分を想像しました。輝くソリに乗って雪の上を豪快に滑っていくのです。早く早く。おいやまあ、ウィルフレッド、そんなに急いでどこへ行くの？アイブライトさん、男爵、ごめんなさい。僕今ソリに乗ってるつもりで走ってたのね。違うよ、じゃなくて、そうだけど、なんでわかったの？年を取るとね、何でもわかるもんなのよ。雪はしばらく降り続きそうだ。もうすぐソリに乗れるよ、本物のね。待ちきれない、たくさん積もると思う？男爵、そんな匂いだ。ああ、この空気の感じはまるでずっと昔のあの時みたいだわ。大雪が降ってね、なんとまあ樫の木館の3階まで積もったのよ。へえ、もしそれと同じくらい積もったら雪の舞踏会が開けるわ。舞踏会？ええ、私が覚えてる雪の舞踏会はたった一度、アイブライト家にお嫁入りしたその日だったわ。ああ、思い出すわ。そりゃあもう楽しいパーティーでね。美味しい食べ物もたくさん。食べ物？ごめん忘れてた、僕母さんのお使いの途中だったよ。気をつけておいき。その後、切り株蔵を後にしたウィルフレッドとアップルおじさんは温かく美味しそうな匂いに迎えられました。うわ、それはノリンゴ層のキッチンから外の冷たい空気の中に漂っていました。うん、いい匂いだ。このままずっと降るかな。ああ、多分ね。うわー、嬉しいな。僕待ちきれないよ、楽しみだな。ウィルフレッドは待つのが嫌いなんだね。ただいま。あら、すごい雪、外はそんなに積もってるんですか？雪の舞踏会が開けそうなくらいだ。まあ、この前の雪の舞踏会の話は母から聞いたわ。出たことがあるのはアイブライトさんだけだよ。ごちそうのレシピもきっと全部覚えてるんでしょうね。私も黒いちごのシャーベットの作り方なら教わったわ。それから冬のメレンゲも。黒いちごのシャーベットもメレンゲもあまり期待しない方がいいと思うよ。なぜ？樫の木館の3階まで雪が積もらないと舞踏会は開けないんだ。そんなに降るなんて想像できるかい？できますとも。あなたは？無理だ。暖かい暖炉の前では雪のことなんかとても考えられないよ。しかも村一番のマッシュルームパイを食べながらなんて。ま、ピップったら。お隣のシデの木の家では、トードフラックス家の子供たちが冷たい雪のことばかり考えていました。暖炉のそばで温かい夕食を食べた後もドキドキして眠れません。積もってる。明日はソリだ。お茶には雪のパンケーキ、雪ネズミを作るの。そしたらぶっ倒してやる。みんな気をつけなよ。ウィルフレッドが輝くソリで滑る夢を見ている間に、夜は静かに過ぎていきました。分厚い雪の毛布を残して。
何かしら。ん？な。早く早く外に行こうよ。すごい、こんなにたくさんの雪初めて。あなたたちどこに行くの？心配しないで、一滑りしてくるだけ。帰ったら朝ごはんね。ちゃんと計画を立ててるのね。さあ行こう。父さんに雪かきしてもらわないと出られない。そんなことないよ、僕が掘る。母さん大変だよ、ドアが塞がってるんだ。ウィルフレッドが雪かきしてるの。それは大変ね。ウィルフレッドに言ってちょうだい、大人に手伝ってもらわないと無理だって。父さんを起こしてくるわ。でも起きる頃には村中の雪かきが済んでるかしらね。野原の村の全員が目を覚ました頃、思ったよりたくさん積もった雪の上を朝の太陽が照らしていました。一階はもちろんのこと、上の方の窓も雪に埋もれています。これはすごい。で、アイブライトさん、どうです、雪の舞踏会は開けますかね。ほとんど3階まで積もってる。ほとんどじゃまだダメなんですよ、男爵。だけどもう一度降れば大丈夫でしょ。それはいい、様子を見て父の方に報告します。ねえ、聞こえた、バジル。ええ、聞いてましたとも。あとは成り行きに任せましょう。雪の成り行きか、いいシャレだ。さて、もし舞踏会が開かれたら、いや、開かれるに決まってる、有名なお祝いポンチを作らなくちゃ。うん、庭とこのリキュール、こいつが決め手なんだ。おお、これは雪かきをしないとならんな。野原の村のどの家でも、入り口のそばにある戸棚の中にシャベルと地図とロープがしまってあります。こういう大雪の時に木から木へとトンネルを掘るためです。ここにいると危なくてしょうがない。雪の様子を見てきます。おいで、取りに乗ろう。ウィルフレッド、プリムローズ。10分したら切り株蔵で大事な集まりを開く。みんなに声をかけておくれ。聞いた、ウィルフレッド。もしかしたら雪の…プリムローズ、今夜舞踏会があるとすれば、早く行かなきゃソリに乗れないよ。明日まで。明日滑ればいいじゃないの。そんなに待てないよ、明日までなんて。僕は今を生きるネズミだからね。今滑る。あ、バジル。こんにちは。ウリムローズ、ウィルフレッド。やあ、こんにちは。こんにちは、バジル。バイバイ。おっと、こりゃいいものを持ってるな。立派なソリだ。うん、これから初滑りに行くんだ。おお、そうかい。うん、なあ、その初滑りに行く前に、もしよかったらそいつを少しだけ僕に貸してもらえないかな。え、少しでいいんだ、すぐ済むから。実は名高いお祝いポンチの材料をうちから運びたいんだよ。雪の舞踏会には最高のご馳走を出したいだろう。舞踏会をやるかどうかはまだ分かんないよ。ビルフレッド、ビルフレッドは喜んでソリを貸してあげるって。そうよね。え、だけど。ありがたい。他の箱を出してくるから、これを見ててくれるかい。ああ、やった、助かった。よかったよかった、僕のソリが。なかなか戻ってこないバジルを待ちながらも、ウィルフレッドは早くソリに乗りたくて仕方ありませんでした。遅いな、バジル。のんびりしてるから。二人とも入りなさい、尻尾が凍っちゃいますよ。ダメよ、カリカリおばさん、この箱を見てなくちゃいけないの。気をつけろ、バジル、慎重にな。おっと、素晴らしい、とびきりおいしい、最高のお味、朝食夕食お茶にもぴったり。どうぞ、バジルのお祝いポンチ。
僕はいいよ。バジルを待ってる。わかった。私もすぐ戻るから。バジル何してんだよ。まずいな、こいつはまずい。バジルが大変なことになっているとも知らず、野原の村のみんなは暖かい切り株蔵に集まっていました。まもなく雪の様子を見に行っていた森ネズミ男爵が急いで戻ってきました。静かにして、おじいちゃんが喋るわ。雪が深く積もり、野原が静かに眠り、黒い山差しが白くなり、夜空に冷たい星が瞬き、小川の水が固く凍るとき、舞踏会がネズミの心を温める。皆さん、今晩アイスホールで雪の舞踏会を開きます。アイスホールってどこにあるの？そうだな、どこなんだろう。あなたがこれから作るのよ。私が？みんなでよ。ベルーレット、聞いて、雪の舞踏会を開くって。今夜よ。今夜？もうこれ以上待てないや。バジルを見つけてソリを取り戻さなきゃ。ビルフレッド、プリムローズ、ビルフレッドはどこ？みんなで雪を掘るんだって。あの、それが。大丈夫、私が連れてくる。ビルフレッドは見つかった？プリムローズが連れてくるって。雪の舞踏会はご先祖から伝わるやり方で開かれることになりました。最初の仕事はアイスホールを作る場所を探すことです。切り株蔵の外に深い吹き溜まりができています。ネズミたちは期待に顔を輝かせてアップルおじさんを見守りました。ここなら申し分ない。よし、掘り始めよう。お昼近くになって吹き溜まりを掘る仕事が始まりました。その頃トンネルの中ではウィルフレッドが必死になっていました。バジル、バジル、あ、ウィルフレッド、僕のソリが。ダメよ、危ないわ。バジルは、バジル、バジル、おおおい、僕だ、バジルだよ。雪に埋もれちまった。助けを呼んでくる。ダメだ、待てないよ、今すぐ助けなきゃ。でもウェルフレッド。その頃他のネズミたちは吹き溜まりの雪を掘っていました。雪は手押し車に乗せて小川に捨てに行きます。そのつららをここに立てて。もう少し左に傾けた方がいいな。次のつららはここ。そうですね、アイブライトさん。村中の台所は暖かくにぎわっていました。パイが香ばしく焼け、スープやシチューやプディングがグツグツと泡立ち、暖炉では焼きリンゴが作られていました。アイブライトさん、お忙しいところすみません。あの、ウィルフレッドを見ませんでした？ウィルフレッド？プリムローズと一緒じゃない？あの子のことは心配いらないわ。凍えそう。僕も。助けを呼んでくる、待ってて。待ってるネズミじゃないんだよ、僕は。うっ、ビルフレッド、ダメよ。ビルフレッド、助けて。他のネズミたちはアイスホールを作るのに忙しく、ウィルフレッドとプリムローズとバジルがいないことに気づいていませんでした。まさか雪に埋まっているとは。後ろを失礼、どうしてちょうだい。残るはポンチだけだな。バジルが忘れてなきゃいいが。いいえ、バジルのことだからきっとポンチの材料選びで一生懸命なのよ。うん、夢中になって味見してるのかもな。そんなとこよね。バジル、大丈夫？こんなことになっちまった割には元気だよ。君たちは？寒い。ソリを引っ張らなきゃよかったんだ。そうよ、待つっていうことができないんだから。だって僕は今を生きるネズミなんだもん。おかげでこうなっちゃったのよ。今を生きるどころか、誰も助けてくれなかったらずっとこのまま
プリムローズの言う通りでした。ティータイムまでにホールはほぼ出来上がりました。氷の柱や彫刻がキラキラと輝いています。ネズミたちは最後の仕上げにかかっていました。トードフラックスさんは土手から土ボタルを連れてきてホールの明かりに使いました。そこ汚れてるよフラックス。どうもありがとう。ヒラギは余ってない。もう少しあちこちに飾りたいの。どうぞアイブライトさん。ところでプリムローズを見てません？プリムローズ、ウィルフレッドと一緒でしょ。あの子のことは心配いらないわ。はい、お待たせ。ありがとうアイブライトさん。バジルを見かけませんでしたか？いいえ、見てませんよ。一体どこに行ったんだろう。ネズミたちはホールの出来栄えに見とれ、それから体を洗って着替えるために家に帰りました。一方、雪穴に閉じ込められた3人はどこへも行くことができず、寒さに震えていました。バジルは一生懸命元気づけます。大丈夫、もうすぐ助けが来るよ。ランプが3つとも全部消えちゃったらどうする。暗い中で待つのよ。待つのは嫌いだ。それはもう分かったから。探しに来るのが遅すぎない？また消えた。私怖いわ。すまないね、こんなことになってしまって。待てよ、もしかしてソリを押したら穴が開くかもしれないよ。なんで気づかなかったんだろう。それはきっといいアイディアじゃないからよ。プリムローズ、やってみようよ。そうだ、少なくとも体が温まる。分かったわよ、暖かくなるなら。行くよ、1、2の、見て、うまくいきそう。もう一度だ、1、2の、ソーリー。出られそうだよ。待ちなさい、慌てるな。使い棒を立てた方がいい。これでいい。よし。リフレット、気をつけて。通れないや。私が行く。君が？君はダメだよ。子供だもん。ウィルフレッド、ひどい。どうしてそういうこと言うの？まあまあ、ソリで穴を開けたのはウィルフレッドの手柄だ。穴から出て助けを呼びに行くのはプリムローズに任せよ。バジルの言う通りよ。じゃあ行ってプリムローズ。急いでね。気をつけろ。あらん限りの勇気を振り絞って、プリムローズは真っ暗なトンネルを進みました。バジルとウィルフレッドはとても心細く、不安でいっぱいでした。一方、アイスホールにはネズミたちが次々と集まっていました。中に入ると、あまりの美しさ、素晴らしさに誰もが息を呑んで見回します。わあ、すごい、完璧よ。昔思い出すわ。ねえベティ、プリムローズは？プリムローズ一緒じゃないの？いいえ、ウィルフレッドと一緒にいると思ってた。うちにもいなくて、お宅にもいない。じゃあどこ？ああ、何かあったんだわ、きっと。そう、ウィルフレッドとプリムローズがいないの。みんな、聞いてくれ。ランプの用意だ。大丈夫、見つかるよ。最後に二人を見たのは？私は朝から見てないの。何があったのかしら、ね、どこに行ったの？探し出さなきゃ。助けて、早く来て。プリムローズ、トンネルが崩れて、ウィルフレッドとバジルが出られないの。庭とこその前よ、ランプが消えて天井が落ちてきそうなの。暗く冷たいトンネルの中で、ウィルフレッドとバジルは体を寄せ合って歌っていました。つっかえ棒のきしむ音を聞きたくなかったのです。それは今にも雪の重みに負けてしまうと言わんばかりの不気味な音でした。夕食、お茶にもぴったり。バジル、聞こえた？遅いな、まだなの？無事だといいんだけど。きっと大丈夫よ。お祝いのパンチはあったかいのがいいな。すっかり体が冷えてしまった。ウィルフレッド、バイ
だろう。やっと全員揃った。今度こそ正式に雪の舞踏会を始めよう。ワン、ツー、スリー。お食事の時間ですよ。皆さんどうぞ。黒いちごのシャーベットを取って。ちょっとちょうだい。僕のレシピには負けるけど、まあまあでしょ。お母さんのメレンゲは本当絶品ですよ。ありがとう、母に習ったのよ。ソリで遊べなくて残念だったわね。どうってことないよ、明日まで待つから。待つ？あなたが？ダンスは全く興味ないけど、ごちそうだけでも来た価値は。もうあなたったら。トードフラックスさん、踊っていただけますか？まあ男爵と喜んで。これをもう一度見られるとは思わなかったわ。本当に本当に。そうですね、本当に素晴らしいパーティーだ。雪の舞踏会は明け方まで続き、音楽家たちは疲れてきました。氷の柱から雫が落ち始め、ネズミたちは眠くなって踊れなくなり、ウィルフレッドはとうとう大好きなソリに乗ることができました。ネズミたちは雪のトンネルを通って家へ帰り、階段をよじ登り、暖かいベッドに潜り込みました。窓の外ではまた雪が降り始めました。でも誰も気がつきません。野原の村のネズミたちはみんなぐっすりと眠っていたのです。なんとまあ樫の木館の3階まで積もったのよ。へえ。もしそれと同じくらい積もったら雪の舞踏会が開けるわ。舞踏会？ええ。私が覚えてる雪の舞踏会はたった一度、アイブライト家にお嫁入りしたその日だったわ。ああ、思い出すわ。そりゃあもう楽しいパーティーでね。おいしい食べ物もたくさん。食べ物？ごめん忘れてた。僕母さんのお使いの途中だったよ。気をつけてお行き。その後、切り株蔵を後にしたウィルフレッドとアップルおじさんは温かくおいしそうな匂いに迎えられました。うわ、それはノリンゴ層のキッチンから外の冷たい空気の中に漂っていました。いい匂いだ。このままずっと降るかな。多分ね。うわー、嬉しいな。僕待ちきれないよ。楽しみだな。ウィルフレッドは待つのが嫌いなんだね。ただいま。あら、すごい雪。外はそんなに積もってるんですか？雪の舞踏会が開けそうなくらいだ。まあ、
この前の雪の舞踏会の話は母から聞いたわ。出たことがあるのはアイブライトさんだけだよ。ごちそうのレシピもきっと全部覚えてるんでしょうね。私も黒いちごのシャーベットの作り方なら教わったわ。それから冬のメレンゲも。黒いちごのシャーベットもメレンゲもあまり期待しない方がいいと思うよ。なぜ？カシノキ館の3階まで雪が積もらないと舞踏会は開けないんだ。そんなに降るなんて想像できるかい？できますとも。あなたは？無理だ。暖かい暖炉の前では雪のことなんかとても考えられないよ。しかも村一番のマッシュルームパイを食べながらなんて。まあ、ピップったら。お隣のシデの木の家ではトードフラックス家の子供たちが冷たい雪のことばかり考えていました。暖炉のそばで温かい夕食を食べた後もドキドキして眠れません。積もってる。明日はソリだ。お茶には雪のパンケーキ。雪ネズミを作るの。そしたらぶっ倒してやる。みんな気をつけなよ。ウィルフレッドが輝くソリで滑る夢を見ている間に夜は静かに過ぎていきました。分厚い雪の毛布を残して。そうだな、どこなんだろう。あなたがこれから作るのよ。私が？みんなでよ。ウィルフレッド、聞いて、雪の舞踏会を開くって。今夜よ。今夜？もうこれ以上待てないや。バジルを見つけてソリを取り戻さなきゃ。ウィルフレッド。プリムローズ、ウィルフレッドはどこ？みんなで雪を掘るんだって。それが、大丈夫？私が連れてくる。ウィルフレッドは見つかった？プリムローズが連れてくるって。雪の舞踏会は、ご先祖から伝わるやり方で開かれることになりました。最初の仕事はアイスホールを作る場所を探すことです。切り株蔵の外に深い吹き溜まりができています。ネズミたちは期待に顔を輝かせてアップルおじさんを見守りました。ここなら申し分ない。よし、掘り始めよう。お昼近くになって吹き溜まりを掘る仕事が始まりました。その頃トンネルの中ではウィルフレッドが必死になっていました。バジル、バジル、ウィルフレッド、僕のソリが。ダメよ、危ないわ。バジルは？バジル？バジル？おおおい、おい、僕だ、バジルだよ。雪に埋もれちまった。助けを呼んでくる。ダメだ、待てないよ、今すぐ助けなきゃ。でもウィルフレッド。その頃他のネズミたちは吹き溜まりの雪を掘っていました。雪は手押し車に乗せて小川に捨てに行きます。そのつららをここに立てて。もう少し左に傾けた方がいいな。次のつららはここ。そうですね、アイブライトさん。村中の台所は暖かくにぎわっていました。パイが香ばしく焼け、スープやシチューやプディングがぐつぐつと泡立ち、暖炉では焼きリンゴが作られていました。アイブライトさん、お忙しいところすみません。ウィルフレッドを見ませんでした？ウィルフレッド？プリムローズと一緒じゃない？あの子のことは心配いらないわ。凍えそう。僕も。助けを呼んでくる。待ってて。待ってるネズミじゃないんだよ、僕は。ウィルフレッド、ダメよ。他のネズミたちはアイスホールを作るのに忙しく、ウィルフレッドとプリムローズとバジルがいないことに気づいていませんでした。まさか。
今はもう真冬、ちょうど日が沈み、とても寒くなってきました。氷のように冷たい風が東から吹きつけ、優しくこうささやきました。雪が降るぞと。野原の村の木の根元では小さな明かりが忙しく動き回り、そして素早く消えていきました。それは野原の村のネズミたちです。雪の気配を感じて暖かい家に向かって急いでいるのでした。しかしそんな中、ウィルフレッドという子供のネズミだけは雪を待ちわびていました。それで雪がいっぱいいっぱい積もったらね、君を一番高いところへ持ってって、そこからビューンって光より速く滑るんだ。すごいスピードで切り株蔵に行って、アップルおじさんから蜂蜜とクローバーの粉をもらってきて。え、ソリの手入れ済んでからでいい？焼きたてのビスケットを食べたくないの？ビスケット、切り株蔵だね。行ってきます。ウィルフレッドは勇敢な探検家になった自分を想像しました。輝くソリに乗って雪の上を豪快に滑っていくのです。早く早く。おいや、まあウィルフレッド、そんなに急いでどこへ行くの？アイブライトさん、男爵ごめんなさい、僕今ソリに乗ってるつもりで走ってたのね。違うよ、じゃなくて、そうだけど、なんでわかったの？年を取るとね、何でもわかるもんなのよ。雪はしばらく降り続きそうだ。もうすぐソリに乗れるよ、本物のね。待ちきれない、たくさん積もると思う？男爵、そんな匂いだ。ああ、この空気の感じはまるでずっと昔のあの時みたいだわ。おお、雪が降って。フレッド、もしかしたら雪が。リューローズ、今夜舞踏会があるとすれば早く行かなきゃソリに乗れないよ。明日まで。明日滑ればいいじゃないの。そんなに待てないよ、明日までなんて。僕は今を生きるネズミだからね、今滑る。おう、バジル。こんにちは。クリームローズ、ウィルフレッド、やあこんにちは。こんにちはバジル、バイバイ。おっと、こりゃいいものを持ってるな、立派なソリだ。うん、これから初滑りに行くんだ。おお、そうかい。なあ、その初滑りに行く前にもしよかったらそいつを少しだけ僕に貸してもらえないかな。え、少しでいいんだ、すぐ済むから。実は名高いお祝いポンチの材料をうちから運びたいんだよ。雪の舞踏会には最高のご馳走を出したいだろう。舞踏会をやるかどうかはまだわかんないよ。ビルフレッド、ビルフレッドは喜んでソリを貸してあげるって。そうよね。え、だけど。ありがたい。他の箱を出してくるからこれを見ててくれるかい。ああ、やった、助かった。よかったよかった、僕のソリが。なかなか戻ってこないバジルを待ちながらも、ウィルフレッドは早くソリに乗りたくて仕方ありませんでした。遅いなバジル。のんびりしてるから。二人とも入りなさい、尻尾が凍っちゃいますよ。ダメよカリカリおばさん、この箱を見てなくちゃいけないの。気をつけろバジル、慎重にな。おっと、素晴らしい、とびきりおいしい、最高のお味、朝食夕食お茶にもぴったり。どうぞバジルのお祝いポンチ。行きましょう。僕はいいよ、バジルを待ってる。わかった、私もすぐ戻るから。バジル、何してんだよ。まずいな、こっちはまずい。バジルが大変なことになっているとも知らず、野原の村のみんなは暖かい切り株蔵に集まっていました。まもなく雪の様子を見に行っていた森ネズミ男爵が急いで戻ってきました。静かにして、おじいちゃんが喋るわ。雪が深く積もり、野原が静かに眠り、黒い山差しが白くなり、夜空に冷たい星が瞬き、小川の水が固く凍るとき、舞踏会がネズミの心を温める。皆さん、
今晩アイスホールで雪の舞踏会を開きます。アイスホールってどこにある、何かしら、早く外に行こうよ。すごい、こんなにたくさんの雪初めて。あなたたちどこに行くの？心配しないで、一滑りしてくるだけ。帰ったら朝ごはんね。ちゃんと計画を立ててるのね。さあ行こう。父さんに雪かきしてもらわないと出られない。そんなことないよ、僕が掘る。母さん大変だよ、ドアが塞がってるんだ。ウィルフレッドが雪かきしてるの。それは大変ね。ウィルフレッドに言ってちょうだい、大人に手伝ってもらわないと無理だって。父さんを起こしてくるわ。でも起きる頃には村中の雪かきが済んでるかしらね。野原の村の全員が目を覚ました頃、思ったよりたくさん積もった雪の上を朝の太陽が照らしていました。1階はもちろんのこと、上の方の窓も雪に埋もれています。これはすごい。で、アイブライトさん、どうです、雪の舞踏会は開けますかね。ほとんど3階まで積もってる。ほとんどじゃまだダメなんですよ、男爵。だけどもう一度降れば大丈夫でしょ。それはいい、様子を見て父の方に報告します。ねえ、聞こえた、バジル。ええ、聞いてましたとも。あとは成り行きに任せましょう。雪の成り行きか、いいシャレだ。さて、もし舞踏会が開かれたら、あ、いや、開かれるに決まってる。有名なお祝いポンチを作らなくちゃ。庭とこのリキュール、こいつが決め手なんだ。おお、こりゃ雪かきをしないとならんな。野原の村のどの家でも入り口のそばにある戸棚の中にシャベルと地図とロープがしまってあります。こういう大雪の時に木から木へとトンネルを掘るためです。ここにいると危なくてしょうがない。雪の様子を見てきます。おいで、一人になろう。ウィルフレッド、プリムローズ、10分したら切り株蔵で大事な集まりを開く。みんなに声をかけておくれ。聞いた、ウィル。